カリは今チャイちゃんを運動させるということに今力を入れている。それはチャイちゃんのお洋服がみるみる大きくなっているような気がするからだ。そして今日もまたご飯を食べた後にすぐお布団の中で寝ている。そういう時はこうだ。肉汁たっぷりの宇都宮の餃子、お口に入れた瞬間にじゅわっと広がる肉汁。ライスをお盛りください。おお、チャイちゃん、この方法は百発百中だな。おお、騙されたよね。よし、チャイちゃん、運動だ。よし、仕方ない。ソファーだねよ。よし、作戦通りソファーに行ったぞ。キャバーイ、何これ、ソファーがプルプルマッサージになってる。チャイちゃん、頑張ってくれ。